はい、では、はい、学科と学年、はい、名前を、はい、教えてください。はい、スノーボード専攻科1年、佐藤歩です。はい、出身はどちらですか？秋田県です。はい、出身です。高校は？高校は全日本ウィンタースポーツ専門学校高等部の方を卒業しました。はい、どうですか1年生、はい、気持ち新たに、まあ、はい、高等部からの進学となりますけども、はい、目標にしてる、はい、こととかあればここで。はい、はい、目標にしていること、はい、はい、まあ、まずは、まあ、しっかりプロ資格取って、まあ、人間的にもまず成長して、ではプロとしてそのふさわしい人間になれることが目標です。はい、午後はちなみにどんなトレーニングしてますか？もうあと30分で午後終わりになりますけども、はい、午後のトレーニングどんなことに気をつけて滑ってますか？はい、まあ、まずコブを滑ってます。今はまず大前提として転ばない、コースアウトしない、滑り切るっていうことを一つ大事にしてます。はい、他は何かポイントとして、はい、技術的なポイントとしてその転ばないようにするために何か工夫してることとかありますか？はい、僕はそのコブの壁を使って滑るってことを意識します。あとは、まあ、ハーフパイプをもともとやってるんで、その壁を使ってパンピングできるだけパンピングできるように、でもスピードは暴走させないようにエッチングでしっかりスピードを抑えて練習しています。はい、じゃあ今日一日もう残りわずかですけど、はい、怪我しないように頑張ってください。はい、ありがとうございます。